ディズニーミュージックパレードの劇中衣装のミッキー&ミニーマウス。クレーンゲーム、何回でゲットできるか挑戦です。セガ顔と言われるミッキー、ミニー。ニューパレー、ぬいぐるみ、なんとかゲットしたいです。頭が乗りました。取れそう。奇跡的に乗りました。ミッキーは18回1500円かかりました。次はミニーちゃんです。ここで一回、お姉さんにお手伝いしていただきました。足が引っかかりました。
あまりに沼状態、お兄さんを呼びました。お姉さんが助けてくれました。ミニーは36回で3000円。二人の違いはミニーの足が違いすぎました。接着剤でつけてある部分、帽子はよくできています。大きさは30センチくらいあってかなり大きい。尻尾の縫製も綺麗です。ミニーちゃんの方が取るの回数かかりました。合計で4500円かかりました。